足足足足ああ滑る、いけダイブ。食材か、これにも青い火をつけろってことかな、なんかそんな気がしてきた。でも無理じゃね、青い炎をつけたまま登ってこれないもんね。危ない、なんか何これ、めっちゃ開きそう、めっちゃ開くよねこれね。あーやばいやばい、下結構穴開いてるぞ。あっ来たー、これこれ中央制御装置。ボス戦ここでやんの、嫌なんだけど、穴だらけじゃん、マジか。あ、入り口だ。あー、なるほど。こういう繋がり方なんだ。しかも行けたんだね。あ、ってことは、こっから火つけに来れるってことか。そうか。こっからじゃあ火をつけよう。あったよね。火つけるところ。あったあったあった。これで火つけて、ここら辺じゃない？ここだ。ここに火をつけよう。どうなるかというと、あ、やっぱり！はーい。いらっしゃーい。燃えてる。何燃えてる？あ、松明か。で、この下転がってったから、俺も一緒に降ります。どこから来たっけ？ん？ここ俺入れない？一緒に行きたいんだけど。あ、こっちからか。こっから？ん？あ、そうそうそう、こっから来たんだっけ。ここ、こうか。で、ここでボールが止まってます。そうか。で、これを、姿勢変えればいいのか。すると、はい、転がり始めて、あー！で、ここコロコロコロって転がってきて、ここに、来た！止まった！止まった！止まった？止まっちゃったけど。あ、でも中でまた、あれか、姿勢変えれば行くのかな？どうだろう？ダメ？ダメ？ダメっぽい。ダメっぽい。あれをどうにかしたいんだけどな。ビタロックできない？あ、できる。ビタロックでした。こうか。そうか、でもこれ、今ここでやってもダメなんだ。待て。一回また、変えて、姿勢を、戻して、で、こうした上で、タモリキャッチで上に上げると、はい、降ってきた！落ちちゃった。入れ。はい、はい、あれ入んない。入って、ほら。ホール、イン、イン、イン。開く。お、なんかサクサクいくな。バルッタの時もっと苦労したけどな。こっちの方が簡単な気がする。はい。残りの制御端末はあと2個。もう少しだな。いやいや、でもこっからが難しいのかな。
あと2個。こっからそっちだけど、とりあえず今のままじゃ登れないから、また戻そうか。おい。で？こっち？ん？待って待って。ここの下だって言ってるよね。お？お？お？待って、どこ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 ？ここにいる状態で倒しちゃったらどうなるんだろう。こうなりますか。で、危ない！怖い！はい！危ねえ！向こうは行きたいんだけどなぁ。あ、そこなんか入れる？そこ入れるっぽい？パラセールで。入った。こっち？こっちか？いや、違うよ。入り口だよ。ちゃうわ。え、わかんない。ちょっと戻そう、一回。うわー、すげー。ダイナミックだね。こっちに来て、ん？待って。これで、XY は合ってるよね。あと、Z 軸だ、Z 軸。この下ってことでしょ？うん。ちょっと待って。ここでじゃあ変えるか？これでどうなる？あー、落ちる？これ。大丈夫？落ち？おー！あー！うわ！え？え？待って。そっちなんすけどね。どう行くんすかね。はい。あー、怖い。来ちゃいけないとこ来てる気がする。大丈夫かな？あ、もう遥か遠くに離れてしまいました。これで戻すと？あ、そっち戻るんだっけ？ちょっと待って。危ねー。あ、よかった。融通効くやつよかったよ。あ、でもちょっと待って。これ以上俺もう戻れないよね。さあ。違うんだ。こっちはなかったな。えっけー。おー、すげえ。足足、足足。ああ、滑る。えっけー。ダイブ。おー。めっちゃ熱そう。かっけー。俺死ぬよ。ありがとう、今まで。消えた。こういう縦横縦横するようなパズルで行く場所じゃないのかな、もしかして。ちょ、もう一個の方行ってみようか、じゃあ。あれ？もう一個の方はもうこれで行けちゃうんじゃないの？そうだよね。高さが違う？いや、高さもバッチリ。お前、宝箱あるか取ろう。あ、取れねえ。あ、取れた。びっくりした。こえなんじゃ。古代のコア。これなんだかわかんないんだよな。あー、プルア、そうだな。古代系がいろいろ溜まったから、プルアのとこに持っていきたいんだけどね。あ、しかもあそこになんか口がある。口があるってことは、目もある。今目がいた。あー、ダメだ。
回じゃダメだな。戻すか。OK。で、目が多分、いたいたいた。はい。消えろ。よし。あったー。やったー。なんか楽だなぁ。よし。残りの制御端末はあと1個。あと1個だ。よし。なんか楽ですよ。残り1個が尻尾の付け根のところなんだけど、あれは、ん？中の方かな？外から行けないかもしんないね。見てると。なんか宝箱とかないかな？わあ、すごいなあ。こんなとこ来れるんだね。はい。ちょっと中入ってみようか、じゃあもう一回。こっから。よし。で？こっちなんだよね。で？ああ、そっちになんか部屋があるよ。この部屋どうやって行くんだ？これで開けてとかじゃないか？いやあ、こっちからじゃない。こっからはいけなーし。いけなし。どこから行くんだ？入り口見えねえかな、こっから。お、なんか穴開いてる。お、なにこれ。ん？待って待って、なんか中に、なんか見えるけど。あ、食台があるぞ。ほー、なるほど。これはなかなか厳しいな。なかなか難しいよ。じゃ、こっから？こうか。おー。なるほど。回収。めっちゃ燃えてる。うん。で？これ消せってこと？氷の矢があったもんね、前ね。氷の矢をもらいましたので、あ、そっち側に進めってことか。じゃあ、氷の矢で、消し、だ、違った。待ちたまえ。これじゃないね。氷の矢で、あ、消せない？ここ狙うと消せたりしない？はい。違うな。向こうになんかある？見えん。どうすればいいんだろう。ああ、なんかある、なんかある、なんかある。じゃあ、ちょっと普通の矢で、これ火つけるか。はい、ついた、ついた。これで、撃ってみようか。はい。で、なんか出てくる。でかい！危ねえ！真下に行ったらやばかった。これを、マグネで、で、これを、こう持って、こう。登れなくね？登れないよね。ん？ん？うん。待って待って。ちょっと手前にして、こ
ここで斜めった状態にしてみるのがいいのかな。危ない、ちょっと危ない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 から。いくらここでやったところで意味はないよね。あ、違うか。こうやって変えればいいのか。おお、予想外の動き。ああ、なるほど。すげえ。面白い。すげえなー、ゼルダ。面白い。面白いもの、やっぱり。よし。いや、結構でも簡単だったな。よし。制御端末はこれで全部だ。よし。メイン制御装置を起動させられるようになったぜ。マップをよく見な。新しく光っている大きな印があるはずだ。そこへ向かえ。行くかい？気を抜くなよ、相棒。行くのかい？あ、火も消えた。行くかー。さあ、どんなボスかな。バルッタの時は水のカースガノンだったから、今度は火のカースガノンだろうな。どんなやつなんだろう。来たー。いや、ここで戦いたくないんだけど、すごい。絶対落ちるでしょ。ちゃんと閉まってくれるかな、ここ。よし、行こう。いらっしゃい。来た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 。おー、はい。おー、斧、斧だね。燃えてる。これ氷の矢かな。炎のカースガノン。ちょっとタコっぽいな、顔が。そいつはガノンが作った化け物だ。誰かで殺しに殺されたのか。俺は深く取っちまったが、おめえならきっと。さあ、やっちまいな、相棒。はい、ちょっと待って。どうしろってこと。体験に気をつけな。何を使おうかな。なんだろう。岩砕き？それか、騎士の剣。まあ、使いやすいのはやっぱり騎士の剣なんだよね。やばい。あ、近いと大丈夫。ほら、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 ほら。近いと当たらない。これ楽だわ。大丈夫。剣剣壊れそう。あ、よし、2段階目。超楽なんだけど。これ盛り上がんねえだ。大丈夫？これほとんど動いてないけど。あ、なんかバリア張った。炎の玉に注意しろ。やばいぜ。待て待て待て、やばいぜ言われても。